じゃあ、どうしよっか。私これ行きたいわ。草加せんべいスムージーね。まあでしょうね。じゃあそれ、私じゃあ草加せんべいソフトクリーム行こうかしら。いいわね、いいわね。ちょっとご飯もちょっと食べたくない？食べたい食べたい。これ草加せんべいが入ってる。いや、あの粉が入ってる。はい、でタレをつけてお召し上がりいただく。じゃあこれ行こうか。これ行きましょう。はい、あとこのいちごミルクスムージー。じゃあもう全部で一個ずつじゃあ。黒マヨに、これは草加せんべいバーガ ー, バ ー, バ ー, バーで、草加せんべいスムージーラムネにイチゴスムージー。じゃあ私じゃあイチゴもらおうかしら。じゃあ私ちょっとじゃこれもらおうかな。そうだね。じゃあ私イチゴスムージー。これこれ頼んだ先生、先生これです。じゃあ私イチゴスムージー。まだやんの、まだやんの、そのくだり。私じゃあ、草加大好きだから草加せんべいスムージーをいただこうかな。ちょっとラムネの下、私ラムネだ。非国民。本当よね、何してるんだよ。何してんのみたいなね。これね、よく混ぜろって言われたんで。あ、本当に、ちょっと上に乗ってんのがあれ。いや、こなんか草加せんべいの粉だそうです。まとめたものを砕いたんでしょ。こっちの人わざわざ焼いたのに。焼いたのに。でもおせんべいの匂いするわ。あ、本当に、本当知らんけど。スムージーはそれも分かる分かる。するするよね。すごい。なんで口の匂いじゃないよね。自分の匂いかもしんない。どう、うん、え、せんべい感ある。草加せんべいの味がする。マジで。そう、するするする。そっちはしない。あ、でも乗っかってる粉末が甘じょっぱい。あっていうかソフトクリームすんごい美味しい。いいことよ、いいこと、本当にいいこと。なんかきなこっぽいのかな。あー、粉末にしてたから多分ちょっとなんか塩っぽい感じだから。あ、やっぱ甘じょっぱいんだ。飴とムチよ。これはね、なんかねせんべいのかけらが入ってるっぽい。へー、アーモンドかな。あ、なんですか。これがせんべいのスムージーの中に入ってるチョコです。あ、チョコが入ってるの。チョコ入ってるの。あと、チョコ入ってるっぽい。やっぱりこのチョコの中にせんべいの粉とタレが入っております。ゴールデンスマイル。こんなホワイト、ホワイト的な。じゃあ、いきます。そうか。変なの集まったわね。だってこれ子供用のドレス。そうなの、入らなかったんだ。子供用のドレスって入るのもすごいな。ウエストがね、この辺に来ちゃったってね。さっきね、ナンパされてましたもん。そう、そう、イカスイお兄さんにね。君が入るなら僕は出るよって。嘘嘘、入らないで、入らないで出てきちゃったんだよね。入ろうとしてたの。で、その後、帰っちゃった。私の後にも入らない。でも写真だけ撮ってたね。写真だけ撮ってた。どこ行けなかった。草加せんべいヘルシーバーガー。なんか大葉が入ってるんですって。あら、あらまあ、うん、どう。まだまだ食べてる。ねえ、みんなさ、興味ないの。なんでそれ、みんな雑だね。こっち始まってるし。どうだろう。レンコン。嘘。もうおせんべいも入ってるでしょ。入ってないって。入ってないのよ。粉が入ってる。入ってる入ってる。粉入ってる。粉が入ってる入ってる。粉が入ってる。それじゃあ分かるの。レンコンが分かる。うん、中がもっちもちかも。レン
新婚でできたの。え、クレポ被せてくる。あのもう達也くんの番だ。本当にも分かる。超もちもちしてるの分かる。あ、本当だ。うん、耳たぶみたい。そうそう、知らんけど。買いたい。行きましょう行きましょう。どこなのかしら。中ですね。そこにあったじゃん。あ、ここだ。あ、すごい。キノコ香りがすごい。すごい。あ、すごい。せんべいだらけ。すごい。せんべいだらけ。ねえ、もうお土産かわいい色々。はい。ね、でもなんか結構気になるのがこれ美味しそう。うまい七味唐辛子。辛いでしょ。でも達也これ辛いの平気、うん、ほんと私はねこれ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 見て天生天晴れ天晴れ天晴れ1枚1000円ですって1枚1000円あすごい。なんでなんですか。そう、職人さんが作ったそうですよ。あーあーあーあすいません、ありがとうございます。こちら当店で一番おすすめっていうか美味しい片焼きのおせんべいです。あよかったら皆さんありますのでよかったら通販もありますね。さあぜひこれですね。すいません。はい、始まりましたレディーゼの部屋。ニコラです。タツヤです。レディーゼさんはなぜレディーゼっていう名前なんですか。聞きましたね。今から30分大丈夫。あの1時間半あるんで。System shut down.